こんにちは。今日はお友達紹介する。つんだもんなのだ。つむぎちゃん、こんにちはなのだ。こんにちは。今日はこの動画で僕を紹介してくれると聞いて飛んできたのだ。その通り。こちら、つんだもんです。ではまた次の動画でお会いしましょう。待ってなのだ。バイバイ。じゃないのだ。せっかく来たのだ。もっとこう、掘り下げて紹介することあるでしょう。なのだ。ゴビ、かわいい。えへへ、照れるのだ。バイバイ。ちょ待つのだ。埼玉ギャル、待つのだ。もっと、ちゃんと、紹介してよ。そうね。あ、メタンちゃん。積んだもんたら宙に飛び出していっても、探したわよ。後ですりつぶしの刑ね。さらっと怖いこと言わないでほしいのだ。まあ今回はずんだもんの紹介をさせていただけるということだから、ちゃんと紹介していきましょうか。ごめんね、お願いします。任せて。じゃあずんだもん、ちゃんと皆さんにあなたのこと知ってもらえるよう頑張るのよ。僕が主役なのだ。ずんだもん嬉しいのだ。おい、そこのハム太郎みたいな声してるラマメコラ、聞けやすりつぶすぞ。ごめんなのだ。まずはプロフィールから自己紹介してもらえる？わかったのだ。僕の名前はずんだもん。東北三姉妹、東北ずんこが持っている武器、ずんだアローに変身することができる、ずんだ餅の妖精なのだ。あ、そうだ。どうせなら妖精の姿も見せてあげたら？わかったのだ。えへへ、なんか恥ずかしいのだ。もともとはその姿で、割とガチめのマスコットキャラ的な感じだったのよね。そうなのだ。例えばずんこちゃんが仕事で、あ、ちょっと萌えキャラはねえ。って言われた時に、正統派マスコット、ずんだもんもいるのだ、はぁ、ってゆるキャラ路線をカバーするのが僕の使命だったりするのだ。なるほどね。じゃあなんで美少女化したの？その、公式がなんか、勝手に。まあでも美少女になったおかげで知名度もうなぎ登りだし、結果オーライってことよね。そうなのだ、問題ないのだ。もう、バカなこと聞かないでほしいのだ。今バカって言ったか？え？今バカって言ったか？おお、偉くなったな、枝豆多いな。何なのだ、そのスリコリボン。やめるのだ。ではお次はみんなからのお便りに返信していきましょうか。はい。何？ずんだもんってなんかいつもいじられてる印象です。いじられるのがいいんですか？違うのだ、誤解なのだ。ああ、公式から不幸キャラ扱いされてるのが影響してるのかしらね。そうなのだ、ちょっと不幸なだけなのだ。次は、ずんだもんって男の子？女の子？僕は女の子なのだ。一応公式では僕この女の子設定ね。ただ、二次創作なら別にどちらでも問題ないわよ。次は、ずんだもんはハム太郎なんですか？違うのだ、僕の声は伊藤結菜さんで、ハム太郎は間宮くるみさんなのだ。でも本当に似てるわよね。次は、闇落ちさせてもいいですか？問題ないわよ。なんでみかんちゃんが言うのだ。私じゃなく、公式が。公式。以上、ずんだもんのご紹介でした。ありがとうなのだ、二人とも。うち、何もしてない。ざっとした紹介になっちゃったけど、ずんだもんに興味があって、ずんだもん使いたいよって人は、ぜひボイスボックスを覗いてみてね。たくさん使ってほしいのだ。あと僕の動画を投稿している人もたくさんいるから、ぜひ見てほしいのだ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の解説動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ゆかり先生劇場は？あ、ゆかり先生劇場は？いや、今回は久々に解説を。やだ、私の動画見てくれないとやだ。というわけで、くすっと笑えるボイスロイド劇場や動画の概要欄からどうぞ。